これが4番、岡本和真。これが4番や。和真は岩信じてたぜ。信じてたぞ。ヤクルト3連戦火曜、ヤフーレイテズ。水曜、吉村打てず。今日、防御率 7.82 の山野二目線。絶望打線。予想通り山野も打てない。はぁ、ほんとダメ打線。山野すら打てないって、ヤバすぎるだろこいつら。ひどいな。初対戦だっけ？去年完封されてないかな。浅野が打たなくなったらクソ打線復活して笑った。DeNA の応援してた方が生産的だな。ヤクルトの先発から3試合連続で無得点とか巨人しかできんだろうな。なんなんだろうなこの打線。中4で先発投げてるの見て何も思わねえのかな。ピッチャーに中4日で投げさせておきながらほんと何もしない打線だな。モンテスが打たないと勝てない。マジで岡本4番外すとか思い切ったことやれよ阿部。公開、モンテスが本日2度目のチャンスメイク。モンテスさすがや。なお、なお、4番目。おい4番仕事しろよマジ。岡本和真さん全てを背負わされる。もう何度目かもわからないチャンス岡本。岡本ほんま頼りにならねえわ。こういう場面でいい加減打てよ4番。チャンスで打てない4番。先制スリーラン。いったー。さすがや。来た。来たー。信じてたわ。これは4番。ワイは信じとったぜ。ワイは信じてたぜ。巨人ファンとかいう嘘つきを許すな。やーっと打った意味のあるホームラン。ワイだけやで信じてたの。誰だ4番目とか言ったやつは。岡本が打てば勝つ。